南中天下の南に位置する辺境の地。孟獲はその南中の地に住まう民を束ねる大王である。ある時孟獲のもとへ名優諸葛亮からの書簡が届く。いわく今乱世に覇道を唱える曹操が天下を席巻。もはや抵抗する勢力は少なく、その覇道の完遂は目前という。曹操の覇業がなれば、その先に待つのは天下の周辺の平定、すなわち南中への戦火である。これを回避すべく南中の大王の助力を得たい。書簡はそう結ばれていた。己を仰ぎ頼る者がいるならば、応えて立つのが王たる者の務め。友を救うため南中王孟獲が白帝城に吠える。この者らを退けようぞ。
にうろたえるな。悪帝城の諸君を押し潰すのだ。足は左右。止められますまい。
あげるよ。
できましたね。そなたらのおかげだ。みな勝ち時だ。南中の友を称えよ。へっ、仲間として当然のことをしただけよ。さあおめえらも勝ちの気をあげろ。